こんにちは、中国料理カゼンです。今日は麻婆ソースの紹介をしていきたいと思います。パックの表面はこのように麻婆ソース、裏面に作り方とこのソースを使った同様の作り方も書いてますので、ぜひ皆さん一度作ってみてはいかがでしょうか。今から麻婆ソースを使って本格麻婆豆腐を作っていきたいと思います。用意するものは至ってシンプルです。まず豆腐 300g、することなく美味しい麻婆豆腐が食べれると思います。実際お店でこの麻婆ソースを作るとなると、豆板醤が4種類程度用意していただくので、いろいろな油とかそういう特殊な調味料が必要なんですね。それを家庭でもできるように開発したソースなので、すごい優れものです。では始めたいと思います。レシピの方では茹でるという工程は書いてないんですけど、そのまま茹でても変わらないんですけど、茹でた方がより一層美味しくという感じなので、今日は茹でます。これ豆腐の食感を良くするということですね。ここには塩したつまみ入れます。今豆腐が茹で上がるそうなんですけど、これぐらいの程度に、クツクツとグツグツじゃなくてこれぐらいでよろしいですね。沸いてからで、ザルに豆腐を水切りします。仕上げに入りたいと思います。油を少量引きます。麻婆ソースをフライパンに、茹でた豆腐を投入します。ソースが絡まるようにゆっくりとヘラでスプーンで混ぜていきます。もうこのソースの中に片栗とか全部入っているので、お客様方のいつも中国料理を作るときに何もの片栗を加えるという想定がないので、間違いなくこれは失敗しないでできる優れもののソースになっています。先ほど豆腐はもうボイルして火が通っているので、これぐらいの状態になったら、あとは最後仕上げる長ネギの肥料を加えます。あとは混ぜて完成です。麻婆豆腐も仕上がったので盛り付けに行きたいと思います。意外とこのレトルトパックも十分ボリュームよく作れますね。これぐらいの量があれば先ほどのエビチリソースと同じように3人ぐらいでは十分
はい、四川麻婆豆腐の完成です。で今から、試食に入りたいと思います。やっぱり麻婆豆腐といえば白いご飯が合うので、ご飯の上にかけて試食していきたいと思います。ソースは本格的に豆板醤も4種類を入れて、山椒油、ラー油も加えて作ってるので、とご飯の相性は抜群です。ちょっとピリ辛なのが食欲をそそりますね。これこの量で、1パック450円でこれぐらいの量が食べれるので、手頃で美味しく家庭でもできるので、ぜひ皆さんおかげででも本格四川麻婆豆腐はいかがでしょうか。